続いて、ナンバー11番、山田隆選手。山田さんも60代でいらっしゃいます。よろしくお願いします。頑張りません。頑張りませんといただきましたよ。なんとマシンは G31 回る。すげえ。さあ、31回る GS で上がってきますね。2018年もまで受けていきましょう。カウントダウン !3、2、1、スタート。さあ、G31回る GS らしい、緩やかな、穏やかな息を。ああ、でもやっぱり排気量は関係ないね、オフはね。排気量で力で上がってきているこのマシンの特性を生かして、しっかり安定して、伊達に年齢、年は飛んでません。おー、すごいな。なんかさ、おじいちゃんにバイクはこうやって乗るんだよってなんか教えてもらっているような話でしたね。失礼ですね、その方法。なんかさ、無理に無理に生きなくていいんだよみたいなね。皆さんこんにちは、モトラットつくばです。今回は選択目安シリーズ F750GS と F900XR をお送りしたいと思います。 F750GS は発売が2018年11月で、撮影してます2020年、こちら今11月なんですけど、ほぼほぼ、2年間経って、皆さんのオーナーさんがもうかなり誕生している車両になります。対して F900XR は2020年の春こうです、発売になった車両で、オーナーさんがこうまだこうじわじわ増えてますが、今途上の車両になります。最近この F900XR と F750GS をこう検討するお客様がちょっと増えてまいりましたので、今回のこの企画はちょっと温めていたものなので、これはこと予定通りちょっとやらさせてもらいたいと思います。この2車は言うなれば兄弟車種では兄弟車種です。もともとこちらの270度のパラレルツイン 853cc はそうですね、発売したときに新しくこう新設計されたもので、中国のローン新車から BMW にこう供給してという感じで、実際ベルリン工場でこれ組まれている車両になります。こちらもエンジンの供給先は同じで、ドイツで組まれているという車両になるんですけど、GS シリーズに対してこちらは F シリーズということで、両方とも F は F なんですけど、 GS の系列か XR の系列かっていうところが違う点なんですね。はい。なぜ迷うかっていうところなんですけど、やはりご試乗後の方もいらっしゃいますし、あとスペックを見て検討している方もいらっしゃいます。さまざまなケースでこの2車、ご検討に上がるっていう感じなんですけど、平たく言っちゃうと F900XR は、タイヤがロードタイヤ、今これ OEM でメーカーニューそうですねで作られている時はミシュランのロード5これ入っております。対してこちら F750S 当店のちょっと試乗車として使っていらっしゃるなんですけど、アナーキー3ですね、ミシュランのアナーキー3入っております。現行ではアナーキーアドベンチャーが使われています。で、タイヤサイズ自体は、通常の前ロードバイクのタイヤサイズですね、フロント 1207RZR17、 リアは 1855ZR17 に対して、こちらの F75GS の方は、オフロード系ロード8割オフ2割のタイヤサイズで 1108R19、
ですね、まあ、19インチなんですけど、R1250GS よりまああの1ミリほどちょっと細いタイヤ、まあ、サイズの関係がちょっと違うタイヤを使っております、はい。まあ、19インチってところですね。これは GS シリーズの、まあ、アイコンといえばアイコンです、はい。でリアタイヤは、まあ、17インチサイズなんですけど、はい、15070R17 ですね、はい、ということなんですけど、まあ、ロードバイクとこうオフロード用タイヤと全く、まあまあ、厳密に言ったらジャンル違いのタイヤがもともとついてるんですけど、まあ、馬力も実際こっち 77PS こちら105馬力で、まあ、30馬力の差がありますから、数字だけ見るとなんか比較にならない感じで、もう全然30馬力とそんだけ差があると全然違うバイクなんじゃないかなと思われるんですけど、まあ、ストリートとかで使う場合には、まあ、全部の馬力使うわけはありません、まあ、実際具体的に言ったら5000回転以下でこう走ることが多くて、まあ、シフトも実際4速ぐらいが攻めてものっていう感じだと思うんですね。高速道路で初めて5速6速を使う感じになってくると思うんですが、そういう点ではあのかなりこう乗ると、それぞれこうキャラクターの違いが出てくるんですけど、実はこの2車はかなりこう僅差にいるような気がします。XR がデビューした時のこの SNXR もまあ前後してこうデビューしてるんですけど、これはまたちょっとまた別の機会に、はい。まあ、実際、本当ロングツーリングで使う方、あと用足しですね、街中での走行で近距離で走る方に本当にこの2車は今すごい考えられているような感じがしますね、はい。まあ、実際これ走行してみてどうかっていうところなんですけど、数値だけ見ると例えばホイールベースサイズってこれ R1250RS と同じなんですね。 1530mm のホイールベースのサイズですから、タイヤとタイヤのその位置関係から見ると、R1250RS と同じなんですね。ただ、R1250RS はフロント側のリーディングアクセルでちょっとアクセルが前方になってたりとか、あとキャスター角度がちょっと違ってきます。ただアイテム的にはフロントが、まあ、倒立フォークであったりとかっていうのがちょっと禁止してるんですけど、こちらは今チェーンドライブです。RS の方はパラレバーで、まあ、シャフトドライブですから、そういう点がちょっと違う点が挙げられます、はい。F シリーズ、この F750GS もチェーンドライブですから、こういう点はこの2車まあ、アイテム的にはこう似通ってます、これ今グレードが両方ともスタンダードといって電子制御サスがないタイプですね。ショートサスペンションにともにセンタースタンドがない仕様で、キーレスですね、はい、キーレスライドじゃないやつですね、はい。F シリーズ、この 900XR の方はスタンダードも一応キーレスライドなので、若干ちょっと仕様は違います。ただ、クルーズコントロールほか、例えばウインカーノートキャンセルですね、はい、あとグリップヒーターであったりとか、まあ、ABS のシステムとかっていうのはもう禁じしているこの仕様さになります。あとギアアシスタントブローですね、走行中にシフトアップダウン。クラッチ握らなくてできるというシステムになります、はい。
実際こう走ってみた感じの差っていうのは、意外にもこうはっきりしているところで、こっちは GS F75GS は GS だと思って乗ると、まあある意味こうそうですね、こうロードバイクと比べればちょっと警戒感がある、だけど、あの下のクラスと比べたらあの安定感がちょっとあると、ちょっと言い方的に難しくなるんですけど、まあ、いわゆる普通に本当に普通に走れるという感じになってきます。これを乗った後に F900XR を乗ると、まあ、タイヤサイズがこう小さいというのがありますから、あの、まあ、安定してる、例えば交差点曲がる感じでもこっちの方がこうそうですね、早くこう曲がっていくというか、まあ、ロードバイクのこう曲がり方にこう近いので、乗ってみると乗りやすさっていう視点で見れば、F750GS のにちょっと分があるような感じがします。これはお客様によってこう車歴とか、あと全く大型免許を取って初めて乗る方でも、まあ、おそらく同じ同感共感されるかなと思われるところだと思います。皆さんからご試乗終わった後にこうお伺いすると、やはりこの2車はやっぱり 750GS の方がちょっと乗りやすいねっていう方がやはり多いので、それはまあ、あの全体的なこうキャラクターのような感じします。はい、この2車と別に別個で、まあ、乗られた場合は当然 F900XR はあのもちろんすごいいいバイクだと思うんですけど、まあその部分はそうですね、乗っていただいて、まあ、確かにこうある程度判断していただくって感じになってくると思うんですよね。はい、まあ、F900XR と同時にデビューした F900R というモデルがあるんですけど、こちらはロードバイク、本当に完全にこうロードバイクとしてあるわけなんですけど、違うのはあのハンドルのこう、そう切れる時のこう切れ角関係がちょっと違います。この部分がですね、あのクロントフロントフォークありますけど、ハンドルとかのこの位置関係がちょっと違うのでハンドルの切れ角が違います。はい、F750GS も、実際こうオフロードっていう視点で見ればあのハンドルの切れ角が結局あるということになりますので、これはあの街中でそうですね、ハンドルを操作して走る場面とかっていうのはあると思うんですけど、もしくはオフロードで、まあ、狭いところを走ったりとか、そういう時にはやっぱり有用ね、ハンドルが切れないとちょっと例えば U ターンしづらいとかそういう問題が出てきますので、それはあのキャラクター通りの仕上がりだと思います。はい、まあ、このハンドル切り枠に関しても実際 F100XR と F750GS は感覚として結構近似している感じがありますので、はい、やはりここも、ご案内しないとちょっと分かりづらいとこかもしれませんけど、あの皆さん体感されているような感じになってくると思うんですよね。はい、航続距離に関しては両方ともあの、まあ、あの燃料タンクの容量も平均的な、量ですので、まあ、1回入れてあの300っていう、まあ、おそらく距離があったとしたら、それはおそらくあの行ける前後っていう感じになってくると思うんですよね。はい、やはりここのミドルクラスというのはなかなかちょっと難しい、あのやっぱり位置づけにいると思うんですよね。初めての方が大型免許でお買いになる方、もしくは大型バイクを何台も乗り継いで、そこまでの大きな車格にちょっとへきへきしてこのクラスにあの選択してあのお乗り換えいただくっていうケースあるというか実際ある話ですので、ここはあのまずはご試乗してあの見極めていただいた方がよろしいかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。